アルバート・メリマン・スミスはアメリカ合衆国の通信社記者、UPI 通信社のホワイトハウス担当を務めた。当時のアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディの暗殺を速報し、1964年のピュー・リッツァー賞を受賞。1967年にはアメリカで文民に贈られる最高位の勲章の一つ、大統領自由勲章を受けた。ジョージア州サバンナ生まれ、 ミドルネームやスミッティのあだ名で知られる。フランクリン・ルーズベルトからリチャード・ニクソンまで歴代のアメリカ大統領を取材し、大統領記者会見をサンキュー・ミスター・プレジデント、サンキュー・ミスター・プレジデントの挨拶で終える監修を始めた。この挨拶は1946年ハリー・エスト・ルーマン政権を取材していた頃に書いた著者の題になっている。ある大統領記者会見常連の 通信社ベテラン記者によると UPI でスミスの同僚記者だったヘレン・トーマスが先日の監修を続けたことでスミスの名声がより知られるようになった。1940年ホワイトハウスでの取材を開始アメリカが第二次世界大戦に参戦してからは大統領の出張すべてに同行する通信社記者の一人として選ばれた記者たちは安全上の理由から 出張終了まで記事を書かないことに同意していた。故に1945年4月12日、ジョージア州ウォームスプリングスからフランクリン・ルーズベルト大統領死去の記事を送った記者の一人となった。1963年11月22日、ケネディ大統領のテキサス州ガラス訪問を UPI の主力記者として取材し暗殺事件を速報した。当時スミスは、 大統領公用車の車列のうち無線電話を備えた報道陣用車両に乗り込んでいたが銃撃が起きた瞬間受話器を握りしめて UPI のダラス支局へ情報を入れた連絡を受けた UPI が速報を配信したのはケネディ銃撃から4分後の午後0時34分速報伝文はダラス中心部で ケネリィ大統領の車列に向かって3発の銃撃という一文だった。速報を受けたアメリカのテレビ局も臨時ニュースへ移行していった。車両には a p 通信のジャックベルと ABC テレビのボブ・クラーク両記者も同乗していたが、スミスは口頭走行を終えた後もダッシュボードの下にうずくまって受話器を独占し続けた。その間ベルは 電話をダッシュしようとスミスに殴りかかっていたという。スミスの行動には賛否両論があるが、スクープを狙う通信社記者の精神を表すエピソードとして紹介されることがしばしばある。この教訓から AP は大統領同行の際に UPI と別の車に記者を分譲させるように改めた。スミスはこの後にもスクープをものにする。搬送されたパークランド病院で 大統領専用車の後部座席に、夫人の腕の中に頭部を抱きかかえられて、ぐったりした、ケネディの姿を発見したスミスは、シークレットサービスのクリントヒルに、要対話と声をかける。大統領は、死んでいるとの耳打ちを受けてスミスは、病院の電話に飛びつき、ヒルの話として大統領が致命傷を負ったとする、速報を叩き込む。UPI が、この第二報を伝えたのは、 狙撃からわずか9分後のことだった。スミスは、ケネディ暗殺報道で1964年、ピューリッツァー賞を受賞。この事件について、グラッシーノールと表現した初めての人物である。1960年代には、ジャック・パールやマーブ・グリフィンが司会を務めるインタビュー番組に、ゲストとして頻繁に出演。1967年、大統領自由勲章を、 リンドン・ジョンソンから送られた。スミスは銃で自死を図り、1970年4月13日にワシントン DC の自宅で死亡した。ベトナム戦争で息子を亡くしたショックや、ケネディ暗殺を目撃したことで、心的外傷後ストレス障害に苦しんでいた可能性が指摘されている。スミスの墓は、兵役の経験はないが、ワシントン軍艦区総司令官の特別許可を出し、 アーリントン国立墓地の息子の墓の隣に作られた。フレッチャー・ニーベルとチャールズ・ W ・ベイリー2世の教著による小説セブンデイズ・イン・メイの終盤、スミスをモデルにしたホワイトハウス担当記者がミルキーのあだ名で登場する。ホワイトハウス記者協会によるジャーナリストへの表彰の一つにスミスの名を冠したメリマン・スミス記念賞がある。ありがとうございます。